お笑いコンビ、おぎは、ヤギの小木博明、50、が、13日生放送のフジテレビ系、ポップアップで、奔放トークを炸裂させ、共演者からブーイングを浴びる場面があった。同番組ではこの日、他人の夫に、やたら相談してくる女性を特集。番組ではそういった女性を、相談女と称し、その存在は気になるか気にならないかで議論した。気にならない派が、小木と相方の矢作兼で、女優、前田敦子やタレントギャル曽根が気になる派だった。番組では、夫と相談女の関係が不倫に発展するケースも紹介されたが、小木は誤解を恐れずに言わせていい。叩くと夫を相談女に取られちゃったってことは結局その程度の奥さんだったってことときっぱり。これに前田やギャル曽根がブーイングを浴びせると小木はいい夫婦関係だったらそこからうまくいくはずと釈明した。小木はなおも誤解を恐れずに言っただけと補足したが MC の山崎ゆうきアナウンサーからは誤解しか生まないですよ。矢作からも、もうちょっと誤解を恐れろよ。と、相次いで突っ込まれた。同番組は、坂上忍が MC を務めたバイキングモアの後を受け、今月からスタートしたが、視聴率は 2% 前後と低迷。バイキングモアにも出演していた小木矢作は、番組が変わってもレギュラーを続投している。フジ関係者は、小木さんは、奔放トークが売りである程度は狙っているでしょうが、基本的に女性視聴者をターゲットとする番組としては危険ですと頭を抱え、さらに、坂上さんも、バイキングモア時代、小木さんのトークがブレたり、まとまらなかったりすることが少なくなかったので、大丈夫なのか、と笑っていましたからと話していた。今後も奔放トークは止まらないのか、視聴率は、関東地区、ビデオリサーチ調べ。Thank you.